意識として効率よくやるっていうののためには、うん、同じ時間の中でより多くのことをやって、うん、そうですよね、うんうん、もう毎日毎日考えてどうやったらね同じ時間の中でできるかっていうのを毎日毎日、うん、武田塾チャンネル。今回この大学受験の歩き方ですね、その勉強時間っていう部分についてちょっと話していきたいかなと思うんですよ。はい、勉強時間、うん、でも、はい、勉強時間だけじゃダメで、うん、もう一個、はい、その時間の中でどう効率よくやるかっていう、うんうんうん、もう一個これも必要じゃないですか、はい、ね、せっかくあのツインテールにしてくれてるんで話題二つでいこうと思いますので、はい、というわけで皆さんよろしくお願いしますよろしくお願いします、はい、はい、ということで、はい、まあ締めに入るわけなんですけど、はい、うん、まあ、主に前半で勉強時間の確保の話で、うん、後半が効率化の話に結構ついて、ね、うん、話していきたい。見てない人ちゃんと見てください、はい、ただやっぱりその時間がやっぱみんなないじゃないですか、うん、そんなにやっぱり、ね、志望校から考えたらやっぱり目指してる学校っていうのは、まあ、順調にいってる人っていうのはやっぱすごく、ね、少ないわけで、うん、だからそうなるとやっぱこう時間をやっぱめっちゃ取りたい、うん、でいっぱいやりたいみたいなふうに思ってると思うんですけど、うんうん、でも周りの受験生と比べて、うん、自分だけ時間を増やすことって難しいと思いません？それは難しいですね、うん、まあ、うん、特に現役生なんですが、やっぱ内職とかすれば時間を確かに増やせるっちゃ増やせるんだけど、うんうん、増やしたところで浪人生以上の時間にはならないじゃないですか、うん、そうですよね、やれて浪人生と同じ時間ってことになっちゃうから、うんうん、だから意識として効率よくやるっていうののためには、うんうんうん、同じ時間の中でより多くのことをやって、うん、より質が高いことをやることが最も重要なんですよ。そうですよね、そこがね、うん、一番重要ですね。そう、うん、だから勉強時間を倍にしようとかじゃなくて、うん、同じ時間で倍やれるようにしようっていうのがやっぱすごく大事になるわけですよね、うんうん、だからそのためにはさっき言ってたような効率よくやるために必要なことっていうのをいかにこう、うん、突き詰めてやっていけるかで、今確保できている時間の中でその何ができる、うん、どれだけのことが今の自分にはできるだろうっていうのをちょっと考えていって、で例えばその今日やるため同じことをやるためにできた時間で明日は数学の一問だけでも多くできるとかね、今日よりもね、そう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 、明日の方が多いと、昨日の自分より、うん、今日の自分の方ができることが増えてるとかうんうん、うん、少しずつでね、そう効率よくなってるみたいな形で、うんうんうん、時間を増やすっていう方向よりも同じ時間でより多くのことができる、うん、もしくは要は例えば英単語を10週ぐらいしないと 100% までいかなかったけど、慣れてきて効率よくやれるようになってきたら5週で 100% 持ってきるようになったってなったら、これもまた時間を減らせるわけじゃないですか。そうですよね、うんうんうん、だからいろんな部分でやっぱり工夫をしていって、うん、で普段から質高くやることを心がけてやっていくと、うんうん、同じ時間でより多くのことができるようになって、して同じことやってるけど慣れてきて質が高くなってくる、うんうん、熟練してくるっていうところがあると思うんですよね。それすごいですよね、うんうん、だから逆に言うと無理して1週間だけめちゃめちゃ頑張っても翌週サボったら結局半分にしかならないわけですよ、うんうん、だから今やれる一生懸命のことっていうのをちゃんとやって、うん、で同じ時間の中でちょっとずつちょっとずつやっぱ積み上げられる量を増やしていく、そこ重要ですよね、うん、うんうん、ほんと少しずつ少しずつ、はい、うん、だから竹大塾の生徒なんてまさにそれで、うん、ね、今出されてる宿題なんて入塾当初から比べたら倍ぐらい出てる人なんていっぱいいるじゃないですかそうですよ ね, ね、この、ね、うん、番組見てる人だと、ね、うんうん、スタジオコースとかも取ってる人いるんで、あ、そうですよね、スタジオコースの生徒なんで、うん、それこそ初期の宿題から考えたら、ね、2倍3倍当たり前に出されてる人なんていっぱいいますから、うんうん、だいぶね多めになってますよね、みんな。だけどそれは結局倍の時間やれってつもり出してるわけじゃなくて、うん、同じ時間がちょっと増えるぐらいでその量ができるようになったから、うん、その課題が出てるわけなんですよね、うん、だから限界ってのは伸びていくわけですよ、常に効率よくやることを意識してやってればっていうとね、継続は力なりじゃないけど、そうですよね、うんうん、もう毎日毎日考えてどうやったらね同じ時間の中でできるかっていうのを毎日毎日
ね、考えてもらって勉強すると質が上がってきますよね。ですね、うん、だからやっぱりその時間っていう意味だと人並み以上のことはやっぱできないんですよ、うん、そうですね、ね、睡眠時間とかいろいろやっぱあるからね、うん、だけど同じ時間でより多くのことより質が高いことはできると思うから、うん、その部分に目を向けて勉強時間をどう確保するか、その机に向かっている時間が勉強時間になっちゃってる人は、うん、多分ここを直すだけでも倍になったりするわけですね、確保できる時間、うんうん、でマックス自分が確保できる時間の中でどれだけ効率よくやれるか、うん、でちょっとずつその限界を伸ばしていけるかってことを意識向けてやってくれればいいかなと思います。そうですね、もう本当この回ね、うん、第1回から見てもらったら、うん、かなりあのしっかり実践してくれたら、はい、かなり成績上がってくると思いますよ。そうですよね、うん、はい、なので、うん、ぜひですね、はい、効率よく勉強やって、うん、ね、志望校合格を勝ち取ってもらえればと思いますので、皆さんしっかり頑張ってください、はい、ので今回は以上です。ありがとうございました。武田塾全国の校舎で受験相談、いつでも受け付けております。そうなんですか。やってるでしょ自分自身。有料ですか。無料ですよ。無料で24時間、はい、24時間ではないか、そっか、はい、お申し込みこちらから、よろしくお願いします。24時間じゃないけど無料だよ。はい、ね、で、武田塾チャンネル自体は、チャンネル登録を随時募集しておりますので、はい、こちらの登録もぜひよろしくお願いします。はい、お願いします。